はい、どうもめチャンネルです。本日私は千葉は館山の方にやってきておりまして、今日はですねこちらの方のビラですね、はい、フィットハウス館山さんの方にねお邪魔させていただいております。もうね夕時で、これからアイアドメンバーと来てますんで、バーベキューやったりとかですね、夜の宴とかね、めちゃめちゃ楽しみなんですけど、早速ねお部屋の方覗いていきたいと思います。行ってまいります。はい、ではね入っていきたいと思います。もうねオープンになってるんですけれども、もうね完全戸建て仕様なので、しかもねここオートロックなんですよ。ここにねかざして開けられるタイプみたいなんで、いやー見てください、この大理石。あーめっちゃいい匂いする。すごいねこだわりがある感じですね。シュプリームのねこのボードが置いてあったり、はい、めちゃめちゃアパレルとか好きそうなねオーナーなんでしょうかね。まあやっぱりこちらのリビングの方からね、おー、これはね子供もめちゃめちゃ喜ぶ BOSE のスピーカーと、このピカチュウとね、このファブリックいい感じですね。ハンモックとかもあってね、テレビもでかい、そしてリモコンのマニュアルとか、もうここのリビングだけでどうでしょう30所近くありそう。この上のファンとかもねめちゃめちゃメタリックでねおしゃれ。いやーこれはすごい。あ、ウノとかトランプとかもね地面にあって、これは嬉しいですね。これなんだろう、アタッシュケースみたいなね、すごい。ここら辺とかね収納ティッシュとかねあるみたいですね。まあ、ちょっと細かいとこは飛ばしていきたいなと思いますけど、いやーすごい。で、キッチンだったりとか、ここら辺のオーパスワンのね箱だったりとか、めっちゃこだわりがありますね。でキッチン、このウッドのねダイニングテーブル、いやーここら辺のね全部メタリックでね揃ってて、まあ、当然ねこういったあの食器類、ごめんなさいバキッてなっちゃったけど、いっぱいね全部揃ってますよ。ここら辺かな、ほら。しかもね調味料までちゃんと置いてあるの、これめっちゃいいですね。炊飯器とかもめっちゃ高級、これはいいな。サラダ油とかね。で冷蔵庫の中もちょっとね今日買ってきた食材がもう入ってますけど、こういった醤油とかみりんとかね一般的に使うものはねあるみたいですね。でグラス類とか、はい、いやーめちゃめちゃいい。そしてね炭酸水も作っていただくことがねできます。すごい。これだったらねウイスキーだけ買って炭酸水ここで作ればいいですね。レンジだったりとかゴミ箱とか製氷機、製氷機もありますね。そしてウォーターサーバーとコーヒーマシン、これは嬉しい。おしゃれなんだよな。いやーちょっとねお待たせしました。もうねだいぶサンセットの時間帯ではございますが、はい、まあこんな感じでね夕日眺めながらゆっくりしていただくこともできますし、温水プールではないんですけど、こういったね、プールもございます。ここねサウナからね出てくることができるので、サウナの水風呂代わりにねここにね飛び込んでいただくということもねしていただけるみたいですね。はい、いやーこんな感じの、いやめちゃめちゃいいロケーションどうですか。で後ほどねこちらの浴室サウナルームの方に行きますけど、あとね地味に嬉しいのがここ外から行けるトイレ、はい、お手洗いがねなんとここにあるので、室内まで入らなくても用を足すことがねできるという仕様です。でここからねちょっとなんか飲み物出してっていうことでバーが代わりにね皆さんでしていただくことできたりとか、これバーベキューマシンもねグリルもあるので、お肉などもねこちらで焼いていただくことができます。素晴らしい。はい、じゃあ結構広いんでねちょっとゆっくりしてられないので、まあエアコンとかねこのようにちゃんと完備してますね。ここはねスタッフさんの、ストックルームみたいですね。で室内のお手洗いでかっ、めちゃめちゃね広いなはい、すごいねこだわりがあるんですよね。こんな感じで装飾がねされております。すごい。でちょっとね曇っちゃうかもしれないですけど、お風呂、はい、こんな感じでドライヤーもねなんと2つ置いてあったりとか、バスアメニティも
このようにね揃っております。すごい。そしてねサウナ、なんとね110度本格サウナですよ。これからの外に出てね水風呂していただくことできますし、このお風呂もねめちゃめちゃ広いので、ここね水を溜めてこれを水風呂にしていただくこともね、できるという具合でございます。お風呂もめっちゃ広い。これアイアンドメンバー全員でね入れるんですね。シャワールーム、はい、こんな感じでねバスアメニティもございます。すごい、これはめちゃめちゃテンション上がりますね。はい、そしてまだね終わりません。なんとね、こちらもお手洗いもねこのようにあったり、あ、ランドリーか、はい、なのであの長期滞在でねあの乾燥機とかドラム式のね洗濯等もしていただくことできます。そして奥、これジム、このスペースがあったりとか、あとカラオケルームなんです。これ本当はねここゴルフなんかもねできるみたいです。今はねちょっとね休止中でございます。だからゴルフのね打ちっぱなしの練習みたいなこともシミュレーションでね、できたりしますし、今はねちょっとできませんけど、あとカラオケね、はい、この大画面でカラオケしていただいたりとか、いやーすごいよこれは。そしてこのトレーニングマシンね、ここ開けてね朝日見ながらトレーニングしていただくこともできますし、非常にねいいですね。 Just do it。 ここにモニターがね1個ポンと置いてありますけど、はい、ということでこういったね感じでジムの、お部屋ですね。はい、ジムというふうになってますよ。まあカラオケルーム兼ジムといった感じですね。これがメインのね LDK、 これは素晴らしい。いやいいですね。この風がねまた気持ちいいんですよね。そしてね何よりなんかめっちゃいい匂い。はい、ではでは、お待たせしました。この上の方もね、主寝室がございますので行っていきましょう。はい、ほらすごいねこだわってますよね。こんなねこだわり、サーファーの方とかアパレルとかすごいね好きな方が、デザインというかねこういうお部屋のね、ほらすごい細かいところにねちゃんとおしゃれが伝わりますね。はい、じゃあまずねこちらの和室ですね。このようにお布団をね、敷いていただくこともね、可能みたいです。でここを開けていただくと、はい、バルコニーね出ていただくと、いやーここも気持ちいいですねやっぱね、最高。はい、こんな感じなので、まあ、和室でね、雑魚寝していただくことも、まあ、お布団は2セットだと思いますけど、できたりしますし、はい、あとは主寝室だとね、こちらベッドルームこんな感じで、様子、収納スペースも非常に大きい、いいですね。主寝室にはテレビはないんですね。もうやっぱりリビングに出てくださいっていう感じですね。はい、いやー素晴らしい。そしてお手洗いですね。はい、でこっちにもねもう一つベッドルームがございます。はい、これはさっきと一緒でしたっけ別のねベッドルームですね。だから3室あるのかな。ここは開かないんですね。ここは、はい、開かない仕様ですね。だから3部屋、3LDK といった間取りでしょうか。プラスジム、そして上にはねお部屋はないんですけど、あの屋上がございます。はい、いやーめっちゃいいお家ですよこれ。屋上こんな感じ、これは屋上でねバーベキューなどもしたい感じですね。いやー頭一つ抜けてねめちゃめちゃいい。いやー今日はね比較的暖かくて過ごしやすいですね、気持ちいい。はい、こんな感じのお部屋となっております。じゃあね中戻っていきたいと思います。じゃあこれからね夕飯を作っていきたいので、バーベキューをねする予定なのでお米ね炊いていきたいなと、いうふうに思います。もう本当にねキッチンの設備がねめちゃめちゃ充実してますね。
全然探さないもん。はい、ということでね、今アイアドの方で乾杯終わって一杯いただいてます。もうキンキンに冷えててね、めちゃめちゃうまい。で、まずね、まだお米炊いてないんですけど、お肉の方からね、焼いていきたいなと思います。いやー、こんな感じでね、めちゃめちゃ美味しそう。いやー、いいじゃないですか、最高。え、めっちゃ幸せだね。はい、じゃあね、お肉焼きましたのでいただいていきたいと思います。まずね、牛タンから。うん、やわらかっ、うまっ。はい、やないと、うまっ。りくん楽しい？りくん楽しいね。りくん楽しい。とりあえずお肉食べてみ。はい、じゃあね、ご飯炊けたので開けてみたいと思います。うわー、めっちゃ美味しそう。めっちゃツヤってる。はい、じゃあね、米炊けたので炒めていきたいと思います。結構山盛りでいきました。美味しそう。美味しいね。じゃあね、いただいていきまーす。うまっ。あ、米うまっ。いや、佐藤のご飯じゃないと思ってた。うん、さすがもうまいんだよね。これたまらん、マジたまらん。誰高校生連れてきたの。本当にね、これガス釜でね、炊けるお米めっちゃ美味しい。ぜひね、来た時には米炊いてほしい。さすがマジこんなうまいんだ。うまっ。さあ、どのくらい焼けたでしょうか。おー、いい感じ。ちょうどね、縁が焼けてきたんで、ひっくり返し時ですね。うわー、めっちゃいい感じ。これは絶対うまいね。お肉めっちゃ美味しそう。では、お肉ね、焼けたのでいただいていきます。これはね、美味しいお肉だと思うんで、わさびでね、いきたいと思います。いただきます。うん、とろける。うまっ。脂すごっ。うまっ。うん。まだ帰らない。まだ帰らない。大丈夫。はい、ということでですね、まあ、なんやかんや夕飯を食べたり、 YouTube ライブとかね、お届けさせていただいて、もうね、1時回っております。 YouTube ライブのね、アーカイブにつきまして、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらね、ご参照いただけると嬉しいです。で、 Wi-Fi の方ね、今接続しまして、速度測りました。ダウンロード下りがね 46Mbps、 アップロードが上りが 37Mbps、 Wi-Fi 速度が 45Mbps ということで、まあ極端にね速いということはないんですけども、ただ Wi-Fi でねライブもお届けさせていただいて問題はない、速度でございますので、比較的ね安定してるのかなというふうに思います。ちょっとね、今音切ってますけど、カラオケをして、明日の朝ね、朝食ちょっとね外に食べに行こうかなというふうに考えております。いや、めちゃめちゃいいです、ここね、最高。本当至れり尽くせりで、なんだろうな、このカラオケルーム的なのもあってね、もうみんなアイアドメンバーも思い思いにね、過ごしさせていただいて、満喫させていただいております。めちゃめちゃ楽しいです。ということで、カラオケやって、ゆっくりね寝たいなというふうに思います。おやすみなさい。ちょっと尋常じゃない、この難しさ。ちょっと、ギブスタイル、待って。見せて。ちょっと、
ちょっと待ってくださいよ、うん、今ズーム試してるんでね、これ、うん、まず中の感じは出てほしいよね。うん、別に。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。みんなね、思い思いの時間を過ごしてましたね。で、歩いてですね、まあ大体どうですかね、200メーターぐらいのところで、朝食会場があるんでね、朝食会場定食屋さんがあるんで、そこでね、朝食をいただこうかなというふうに思います。楽しみです。横尾食堂大悟さんです。おー、トングとバットをお取りになって商品を選びくださいということで、はい、美味しそう。いやー、あー、レイ君用にソーセージ欲しいかも。ありがとうございます。カキはどうします？私、広島県民で、うん、入ってこいね。定食でビュッフェみたいな感じでですね、自由に取っていただくことが、できるようになってますね。いやー、これだけでも結構なね、ボリュームになるんじゃないでしょうか。4つ乗せるよな。いや、乗らないんですか。いやー、結構なボリューム。2個ずつじゃないか。でもこの朝ごはん楽しい。美味しい。美味しい。今回の写真見たらもうここやってるよ、うん、みたいな人なのに。じゃあね、ホタテめっちゃ熱そう。いただきます。うん、めっちゃジューシー、うまっ。熱い、熱くない？いや、めちゃめちゃいい熱さですね。あ、でもサウナっぽい。でもサウナ、ちょっと待って。あ、パンサさんは？パンサ今ドローンやってるか。テイ君入っていいよ。プール入ってきましたけど、めちゃめちゃ寒い。これはやばいですね。足ね、もう凍りつく感じがもう伝わってます。これはね、夏入ったら気持ちいい。結構ね、広さもあって、どうだろう、2メーターぐらいあるのかな。はい、で14メーターぐらいある感じかな。もう入んないでしょ、レイ君。はい、本当に。はい、来てください。無理しなくていいよ、ちょっと寒いよ。すぐお風呂入んだよ。よいしょ。うわー、寒い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 。お風呂入ります。じゃあレイ君お風呂行っといで。ということで、私もお風呂入りたいと思います。はい、でね、お風呂につきましては、まあこんな感じでですね、めちゃめちゃ広いですし、窓もね、開けていただくことができて、開放的にね、入っていただくことができます。いやー、あのプール入ってからのこのね、ね、お風呂最高。ちゃんとね、レイ君も風邪ひかないように温まって、対戦していきたいなというふうに思います。いやー、最高です。レイ君、ここの大きいお家どう？楽しいね。最高です。はい、ということでね、こちら初めてね、ギフトハウス立山伊藤さんの方にお邪魔させていただきましたけれども、本当にね、こだわりが、オーナーさんのこだわりが感じられるね、ゲストハウス、となっておりまして、カラオケもあったりとか、今はね、やってないんですけれども、ゴルフの打ちっぱなしができたりとか、プールもあったりとかね、バーベキューもできたりとか、最高です。近くにはね、イオンもありますし、朝食作ったりするのがね、面倒だなっていう方につきましては、土日、限定にはなりますけど、朝食もね、すぐ近くでですね、食べることができる、定食屋さんなどもありますので、海の幸さんもできますので、ぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思います。こちらのね、ギフトハウス立山伊藤さんの、URL につきましては概要欄の方に貼っておきますので、よかったらね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram もやってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせて、フォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではね、こういったホテルの宿泊レビュー、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひチャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、またね、次回次の動画でお会いしましょう。
いただいていきたいと思います。結構山盛りでいきました。